3月27日、この日、季節外れの冷え込み、マイナス3度。おはようございます。あ、今日はよく寝ました。あんまいいですね。雪降ってますね。やばいですね、冬ですね。久々に積もってるの見たんだけど。あ、寒いよ。朝6時、お経を読む本行に始まり、厳しい修行内容が言い渡される。まずは、着替えてもらうからね。あ、はい。これ、こういう服ね。うん。それで、午前中は山に行って、で、午後から滝に行きます。滝へ、ね、滝行って何するの？滝に打たれるの。滝に打たれるの？洗濯が？一緒にやるんだよ。マジで？午前8時。お、ウェットさん来ましたね。お、着替えられています。ちゃんと、修行するための服に着替えられています。どうだよ、ウェットさん、着替えられましたね。はい。あ、似合ってますよ。マジですか？はい、はい、ちょっとかっこよくないですか、ちょっと。うん、思ってたよりも、ものすごく似合ってますね。大きな、長いよ。辺りに響くホラガイが出発の時を告げる。もともとホラガイは山道で獣を寄せつけないよう威嚇するもの。それよく聞かない。山を登り忍耐力を鍛える峰入り。結構な傾斜を。古くから山には神が住むと言われ、頂上のお宮を参拝するのが目的。空腹の体で頂上到着。速やかに室の角上にいること疑いなし。金剛宝剣商店に騎士作家好きに無言で少量待ったし。はい、どうぞ。はい、どうも。ここの中で祈ってらっしゃいました。なんか食いてやられてる。ほんと腹減った。これが似合うんです。断食開始から20時間。